アウグスト・フォング・ナイゼナウ・ナイトハルト博、アウグスト・ヴィルヘルム・アントニウス・フォング・ナイゼナウは、プロイセン王国の軍人、陸軍元帥である。ゲルハルト・フォンシャルンホルストと共に、ナポレオン支配から脱却を目指した、プロイセンの軍政改革者の一人で、現在も、各国軍に設けられる、参謀本部の先駆けとなったプロイセン参謀本部の創設者でもある。 ナポレオン戦争の同盟軍の勝利に貢献し、イエナ戦役で壊滅したプロイセンを、再び強国に導いた。1760年10月27日、ドイツ中部のザクセン王国のトルガウ近郊の町、シルダウで、ザクセン軍の砲兵士官の息子に生まれた。ナイトハルト伯爵家は裕福ではなかった。彼が幼い頃、家族はビルツブルグやエアフルトを転々とした。 1777年にエルフルト大学に入学、しかし2年で退学してオーストリア軍に入隊した。1782年、登園にあたるオーストリアのフォングナイゼナウケが途絶えたので、父親がその姓を付け加え二重姓を名乗る。このため、彼も以後二重姓を使用する。この貴族の称号は出世に有利である。その後、彼は、 バイロイト・アンスバッハ編教博に任官した。アンスバッハ博は財政難のために兵士をイギリスに払い下げ、兵士はドイツ語を話す英軍兵士としてアメリカ独立戦争に派兵される。グナイゼナウも志願してこの戦争に従軍する。1786年米国から帰国したグナイゼナウは単調なバイロイト・アンスバッハ編教博のところを離れ、 フリードリヒ大王のプロイセン軍に志願、不評注意に任官する。1793年から1794年の対ポーランド戦でも活躍した。1796年、グナイゼノウはカロリーネフォン・コトビッツと結婚した。1806年、プロイセンは第四次大仏大同盟を組んで対ナポレオン戦争に参加。グナイゼノウは 公園道へ行の参謀となって従軍した。同年10月14日、プロイセン軍は、イエナ・アウエルシュタットの戦いの2回の回戦に、大敗した。グナイゼナウは追撃戦の中で公爵に代わり式を取り、11月6日、最後まで抵抗を続けた末に、マクデブルクでフランス軍に降伏した。捕虜交換で解放されたグナイゼナウは、プロイセン王。 フリードリヒビルヘルム3世の逃れたケーニヒスベルクへ向かい、レストック将軍の部下となった。グナイゼナウはナポレオン軍に包囲されたバルト海のコルベルク要塞にカイロ派遣され、ティルジットの和訳が結ばれる1807年7月まで同地を守り抜いた。この功績が認められ、グナイゼナウは中佐に昇進、さらにプロイセン軍最高の栄誉である。 プールルメリット勲章が授与された。講和後、グナイゼナウは、シャルンホルストの組織した、軍改革委員会の委員に選ばれ、プロイセン軍の再建に力を注ぐこととなった。グナイゼナウは、シャルンホルストの最良の補佐官として、改革に貢献した。1809年、グナイゼナウは大佐に昇進した。軍政改革は徐々に進んでいったものの、ナポレオンはこれを警戒し、 様々な方面から圧力をかけてきた。1809年9月には改革派の首相主ンが更迭され、その後さらにフリードリ・ヒビル・ヘルム三水自身から改革中止の命令が下された。1811年、プロイセンがフランスと同盟を組んで、ロシアとの戦争に加わると、シャルンホルストラ失望した改革派の士官の多くが軍を離れた。 グナイゼナウも退官を考えたが、彼の才能を惜しんだ政府の意向で状況が変わるまで特使として各国に派遣されることとなった。ロシア、スウェーデン、イギリスを巡った後、ナポレオンのロシア遠征が失敗に終わると、ベルリンに帰還した。グナイゼナウは早速、愛国派指導者として軍務に復帰した。1813年、プロイセンはフランスへ宣戦線布告。 いわゆる諸国民解放戦争を開始する。プロイセン軍総司令官はブリュッヘル、参謀総長はシャルンホルストであった。グナイゼナウは参謀次長となり、共に作戦の立案に当たる。しかし、プロイセンの春季構成は満足のいく結果を残せず、さらにリ戦の戦いで受けた傷がもとで、シャルンホルストが死亡した。グナイゼナウはカール・フォンクラウゼピッツと共に、 シャルンホルストの追悼の字を書いた。政府は、その公表を許さなかったが、激怒したグナイゼナウは、猛抗議をして、公表を認めさせた。シャルンホルストの死亡により、グナイゼナウが彼の公認となった。グナイゼナウは、各師団に配属された、参謀将校が直接参謀総長に、意見上進できると定めた。また、命令伝達に命令を成分化した訓令を用いた。 これによって命令の迅速な伝達と確実な理解を期待することができた。訓令を解釈するのは参謀将校の役割であるため、プロイセン軍は参謀を介して統一した指揮系統を獲得することができたのである。8月第6次大仏大同盟が結成され、各方面からフランスに対する攻撃が開始された。プロイセン軍総司令官ブリハヘルはグナイゼナを 信頼し、彼に作戦の立案から実行まで全てを委ねた。ブルフッヘルトグナイゼナウは軍指揮官と参謀総長の住み分けのできる非常に呼吸のあったコンビであった。また、グナイゼナウは同盟軍に自分と同じ考えを持つ参謀を派遣した。スウェーデン軍にはボイエン、オーストリア軍にはクレルマン。 これによって各軍は遠く離れていながらも意志を共有することができた。9月、対ナポレオン連合軍はかつてない規模での分身攻撃によって三方からフランス軍へ迫った。10月半ば、連合軍はライプツィヒ付近で40万を超える兵力の集中に成功し、ライプツィヒの戦いでフランス軍を撃破した。この勝利は、 戦略レベルでの包囲を完成させた、グナイ・ゼナウの作戦によるところが大きい。同盟軍はフランス本土へ進行、戦術的な敗北を喫することはあったものの、戦略的にはフランス軍を着実に追い詰めていった。1814年3月13日、ブルッヘル直卒のプロイセン軍はパリへ入場した。ナポレオンはエルバ島へ追放され、 ポストナポレオンを議論するウィーン会議が開催された。グナイゼナウはナポレオンを生かしておくのは危険であり、射殺すべきだと主張したが、これは聞き入れられなかった。同年末、対フランス戦の功績によって、グナイゼナウは白尺に除せられた。1815年、ナポレオンがエルバ島から脱出、いわゆる百日天下が始まった。グナイゼナウは再び参謀総長となり、 総司令官ブリュッヘルの下で、ナポレオンの打倒に当たることとなった。この時、イギリス軍、プロイセン軍はネーデルラントにあり、オーストリア軍はラインラントにあった。諸国は第7次大仏内同盟を結成し、フランス軍を包囲しようとした。しかし、ナポレオンは連合軍が合流する前に、かっこ撃破すべく、早くもネーデルラントへ向かっていた。6月16日、 リニーの戦いでプロイセン軍は敗北、ブリュッヘルは負傷した。グナイゼナウは総司令官に代わって指揮を取り、一時的にプロイセン軍を交代させた。リニーの戦いでイギリス軍はプロイセン軍を支援せず、グナイゼナウは彼らに対して不信感を抱いた。そこでグナイゼナウはプロイセン軍をライン方面に転じ、オーストリア軍と合流すべきかもしれないと考えた。 しかし、ブルッフヘルはこれを許さず、グナイゼナウが指揮をとって、ナポレオンを撃破するよう命じた。プロイセン軍は追撃している、グルーシー軍を避け、決戦場であるアーテルロへ、強行軍で向かった。6月18日、イギリス軍とフランス軍が激戦を繰り広げている最中、プロイセン軍は戦場に到着し、フランス軍右翼を攻撃した。これが、決定的な打撃となり、 ワーテルローの戦いは、連合軍の勝利に終わった。プロイセン軍は、夜通しの追撃を行い、フランス軍は、完全に崩壊した。6月22日、ナポレオンは再び退位し、セントヘレナ島へ留罪となった。11月20日、第二次パリ条約が締結され、20年以上も続いた、ナポレオン戦争は終結した、戦争終結後、グナイゼナウは、 コプレンツ軍司令官に任命され、旧知のカール・フォン・クラウゼ・ビッツを参謀長に取り立てた。グナイゼナウは軍務をこなしつつ、意欲的な検索をベルリンへ送り続けた。しかし、権限は入れられず、むしろフリードリ・ヒビル・ヘルム三世は反動的な政治を行うようになった。1816年7月、失望したグナイゼナウは、大官、王は、ザクセムの荘園を可しした。 1818 18年、グナイゼナウはベルリンの知事となり、同時に国会議員になった。1825年、ワーテルローの戦勝10周年を記念して、グナイゼナウに陸軍元帥の位が与えられた。1831年、ポーランドに反乱の気配が現れると、グナイゼナウは辺境の軍司令官に任命された。この時、グナイゼナウは再び、 クラウゼビッツを参謀長に取り立てた。しかし、老齢のグナイゼナウに、軍務は厳しく、ポズナに駐屯している際に、これらに感染し、1831年8月23日に亡くなった。彼の功績を称えて、後にグナイゼナウと名が付けられた軍艦ありがとうございます。